チコヤジロベエを紹介していきます。気になる部位よりも脂肪を減らすことが好きだよって方は今回のメニューがぴったりです。メタボである方や足が太い方、お尻が垂れてる人や姿勢が悪い人、実は体全体の 70% を占めている下半身の筋力の低下がほとんど原因なんです。ここの筋肉を衰えてしまうと体温が1度下がり、代謝が 12% も下がり、脂肪がつきやすく燃えにくい体になるんです。一緒に頑張っていきましょう。まずは気をつけした状態で片足上げて止まります。目安は5秒おきに足を入れ替えてください。もも水平まで上げてください。頑張りましょう。バランス崩したら足を入れ替えてもいいです。足を入れ替える際はできるだけシャッと早く入れ替えてください。そうすることで体幹が鍛えられます。見ながら真似してもいいですし、上げるのつらい方は早く入れ替えてもいいです。できれば3から5秒ぐらいを目安にキープしてください。足を上げることで骨盤が起きてます。ぽっこりお腹や反り腰の方にはこの骨盤を体に身につけなければいけません。徐々にメニューがバージョンアップしていきます。頑張りましょう。 OK、 今度は足を横に上げます。こういう感じです。軸足はまっすぐ、まっすぐで横に上げる。まっすぐついたら横に上げる。ちょっと難しいかもしれませんが、股関節を開く感じです。前ではなく横。これ結構辛いですよね。こっちの足はつま先まっすぐ。体も前向けます。片足立ちっていうのはすごい下半身が鍛えられますから、ちょっと集中していきましょう。オッケー、今度足を開きましょう。このまま少し膝を曲げて揺れましょう。なのにこうやって揺れてることによって気が紛れますよね。辛くなく鍛えられるおすすめの意味で、スマホ見ながらでもできますし、音楽流しながらやってもいいですし、気楽に揺れるだけ。目をつむったままやってもいいです。冷え性の方にはぴったりです。 OK、 はい、今度はもうちょっと膝を曲げて、お相撲さんの四股、足を高く上げて、犬がおしっこするような格好ですね、これね。これが結構バランスがありますよね。マイペースでいいですからね。これすごいバランスいるんで、もうちょっと上げすぎるとこっちに行っちゃうし、弱いお尻の筋肉に鍛えられてます、もしくはヤジロベになります。
そして今度は片足立ちでももを上げたら下ろします。これは今回はもうできるだけ高く、下から見ると下丸になるんで、反り腰解消にはね、足を高く上げる運動がね、一番反対足少し曲がってもいいです。とにかくももに手が頼る、これぐらい高く上げる感じです。グッとグッと、反り腰になる原因は足を高く上げたことによって腰がね、硬くなってしまいますので、しっかり足を高く上げましょう。はい、今度は足を上げたら外に回します。できれば高い方がねいいですけど、股関節痛い人とかは低くてもいいです。反対の足と体は前に残したまま、肩を回しだけを回します。この動きもね、大きくの方にはね、大切なんですよ。足を開くことがね、減ってる人っていうのは、こうやって内側向いてしまうので、こういった動きはね、大事です。バレリーナの方とかはね、こういう体を回すときにこういう動きを使うんで、足が綺麗ですよね。足を開くっていう動きがね、すごい大事です。で今度はね、上半身をブラブラひねりましょう。スマホ持ったままの方はこういう感じ、背骨を軸にね、体を回すことで肩甲骨をね、動かすことができます。肩甲骨をしっかりね、動かすと汗が出やすくなってエネルギーがね、できやすくなるんで、痩せるために背中を動かすのはね、すごい大事です。きつくないのにすごい痩せるメニューなので、皆さんこれをね、できれば1日1回やったらもう最高ですよ。特に朝が一番いいですね。 OK、 毎日行うことで体温が上がってきます。運動はできるだけ毎日何かやってください。やってみた方はグッドボタンやコメントで教えてください。Come between us, let love will not be us, not us, not us.